チャールズ・サムナー、チャールズ・サムナー、1811年1月6日から1874年3月11日は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の政治家である。理論的な法律家であり力強い演説家として、マサチューセッツ州の反奴隷制運動の指導者であり、南北戦争やその後のレコンストラクションの間は、会員のタデウス・スティーブンスと共に、 上院の急心派共和党の指導者であった。党から党を渡り歩いたが、共和党員として、名声を得た。当時の最も教養高い政治家として、外交問題に強く、エイブラハムリン・カーンとも、緊密に協力した。奴隷勢力、すなわち、連邦政府を牛耳り自由の発展を妨げる、奴隷所有者の陰謀と考えられるもの妥の当に、膨大なエネルギーを費やした。 1856年、上院議場内で、サウスカロライナ終戦室の下院議員プレストンブルックスに杖で殴りかかられたことが、南北戦争に向けた緊張感を高めることになった。サムナーはこの事件が元で数年間も療養しなければならなかったが、上院に復帰して、南北戦争の遂行を助けた。アメリカ連合国を弱らせるために、奴隷制を廃止する。 指導的提唱者であった。リンカーンとは良い関係を続けたものの、急進派共和党でも強硬派の指導者であった。レコンストラクションの間、サムナーは解放奴隷の平等な公民権と選挙権の確保のために激しく戦い、アメリカ連合国に参加していたものの復権を押しとどめた。タデウス・スティーブンスと共に大統領になったアンドリュー・ジョンソンを攻撃し、南部には その強硬的見解を押し付けた。しかし、1871年、ユリシーズ・グラント大統領と絶交した後に、グラントを支持する上院議員がサムラーの権力基盤であった、委員長職からサムラーを追った。1872年、アメリカが衆国大統領選挙では、進歩的共和党の候補者ホレース・グリーリーを支持し、共和党内の影響力を失った。 チャールズ・サムナーは1811年1月6日にマサチューセッツ州ボストン市のアービングストリートで生まれた。ボストンラテン学校で学び、1830年にはハーバード大学を卒業し、1834年にはハーバード法律学校を卒業した。ハーバードでは、親友のジョセフ・ストーリーと共に法哲学を学び、ポースリアンクラブ、ハーバード卒業生の男性のみの組織の 会員であった。1834年、法廷弁護士として認められ、ジョージ・スキルマン・ヒラードと共同で、ボストンで法律事務所を開業した。ワシントンを訪れた時に、政治の世界が嫌になり、ボストンに戻って法律の仕事に身を捧げる決意をした。機関紙のアメリカンジュリストに寄稿し、ストーリーの判決や法文の構成を行った。 1836年から1837年には、ハーバード法律学校で講義も行った。1837年から1840年に、かけてはヨーロッパを後半に旅行した。その間にフランス語、スペイン語、ドイツ語及び、イタリア語を流暢に話すようになり、アメリカの公的生活では並ぶもののないほどになった。ヨーロッパの指導的な政治家にも多く会い。 市民法や政府のことに深い洞察力を備えるようになった。サムナーは1838年にイギリスを訪れ、その文学、歴史及び法律に関する知識で思想界の人々にも人気を得た。ヘンリー・ブロアムは、サムナーの年齢でこれほど広範な法律の知識や自然法の地に溢れたものにあったことがないと宣言した。サムナーの死後でも長い間、 これほどイギリスの知的世界に親しまれたアメリカ人はいなかった。1840年29歳になったサムナーはボストンに戻って法律実務を再開したがハーバードでの講義や法定記録の編集及び歴史や連記を主題にした記事を法律関係の雑誌に投稿することに多くの時を割くようになった。サムナーの人生で点となったのは 1845年に、ボストンで、国家の真の偉大さと題する演説を行った時で、あった。戦争に反対し、自由と平和について、情熱的に訴えかけた。サムナーは公式の場で引っ張りだこの演説家になった。その高尚な主題や、風格のある雄弁さによって深遠な印象を与えた。サムナーが演壇に立っているだけで、威圧感があった。 身長が6フィート4インチあり、堂々たる体格であった。サムナーの声は、はっきりしており重みがあった。そのジェスチャーは、伝統的なものを外れ個性があったが、活発で印象を付け加えた。サムナーの話す言葉は、就職にあふれ、多くの詳細があり、しばしば聖書からまた答え、ギリシアやローマの逸話からの比喩や引用もあった。ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローは、サムナーが、 法主が薬法をはめ込むように演説すると表現した。サムナー自身は、ヨハネの目視録に冗談を探した方がいいかもしれない、と言ってた。サムナーは、マサチューセッツの公的教育制度の改善のために、ホーレスマンと協力して実行を挙げた。刑務所改革を提案し、米国戦争に反対した。この戦争は侵略戦争と見ており、領土を獲得することは、 奴隷制が西方に広がることだと心配していた。1847年、メキシコに対する宣戦布告に、ボストンの議員が賛成票を投じたことに対し激しく、喫したことで、良識的保育党員の指導者になったが、アメリカ合衆国会院議員の候補者になることは、辞退した。サムナーは保育党が奴隷を所有する、南部人を来たるべき。 大統領選挙の候補者に指名したことに反対し、自由土地等の結成に積極的な役割を演じた。1848年、下院議員選挙に出馬したが落選した。1850年には民主党員として上院議員になったが、後に共和党に倶えした。1851年、 マサチューセッツ衆議会では民主党が自由土地党との連立で多数派になった。しかし上院議員のダニエル・ウェブスターの後継問題で暗礁に乗り上げた。民主党は州の役人を民主党員で固めた後で自由土地党のオスサムナーを選出することを拒否し、急進派でももう少し穏健な候補者を求めた。3ヶ月以上に及ぶ膠着状態の後で4月24日、 結局は一回の投票でサムナーが選ばれた。電気作者のデイビッド・ドナルドはこの時のサムナーの心理状態について次のように書いた。サムナーは1851年を遅くに民主党員として上院議員となった。最初の時期は奴隷制度廃止論者の民主党員を呼び、改革主義者として特に議論を呼ぶことまではせず、上院の動きを観察していた。 1852年8月26日、激しい妨害があったものの、サムナーは初めて議会で演説した。その演題は、自由の国家、地方の奴隷制、奴隷制度廃止論者がよく使ったモッドであり、1850年に制定された逃亡奴隷法を攻撃し、その撤廃を要求した。この頃、二大政党の集会で、1850年協定の 決着性が確認されたばかりであった。サムナーは政治的な都合は無視して逃亡奴隷法の即時撤廃に動いた。3時間以上に及ぶ演説の中でこの方が違憲であり民衆の良識に対する侮辱であり神聖な法に対する攻撃であると非難した。この演説で南部からは非難の嵐が起こったが北部の者は少なくともその勇気が 北部の良識に合致している指導者を見出したとして勇気づけられた。1856年、いわゆる血を流すカンザス事件でガローレンスに接近したとき、サムナーは5月19日と20日のカンザスに対する犯罪と題する演説でカンザスネブラスカ法を非難した。これはローレンス襲撃の2日前のことだった。サムナーはカンザスネブラスカ法の立案者である。 サウスカロライナ州のとイリノイ州のスティーブン・ダグラスをドン・キホーテとサンチョッパーに例えて攻撃した。バトラーは心臓の状態が悪くてその演説に欠席していたがそのバトラーを苦労した。サムナーは議員に行ったダグラスに嫌な匂いのずんぐりした名前のない動物でアメリカの上院議員に適した模範ではないと言った。バトラーを最もひどく貶めたのは 女主人に売春婦の奴隷を選んだ。他人には醜く見えるのに本人にはいつも愛らしい。世間の目から見れば汚れているのに本人には低粛に見える。売春婦とは奴隷制のことを言っているという一説だった。サムナーの三時間の演説は政治的なレベルでの攻撃だけに満足せず、59歳のバトラーが以前はずらった率中のためにその演説や、 身体的動き関する欠点があることにまで及び、個人攻撃は残酷さを見せた。二日後、5月22日の午後、サウスカロライナ州選出の会議員で、バトラーの追いに当たるが、ほとんど空になっていた上院の机で書き物をしていた、サムナーの前に立った。ブルックスの後には、同じサウスカロライナのとバージニア州のが従っていた。ブルックスは、サムナーさん、私は、 あなたの演説原稿を二回注意深く読んだ。それは、サウスカロライナ州と私の親戚であるバトラー氏に対する侮辱だと言った。六フィート四インチのサムナーが立ち上がろうとすると、ブルックスは金星の頭のついた太いがあったパーチャノでサムナーの頭を殴り始めた。サムナーは思いつくボルトで床に固定されていたの下に隠れたが、ブルックスはサムナーが机を 床から剥ぎ取るまで殴り続けた。この時までにサムナーは自分の血で目が見えなくなっており、通路によろけて倒れ、意識を失った。ブルックスは杖が折れるまでサムナーを殴り続け、それから静かに議場を去った。他の上院議員がサムナーを助けようとしたが、ピストルを構え、やらせておけと叫んでいるカイトによって動けなくなっていた。サムナーは、 この襲撃で受けた傷から回復する間、3年間上院に出席しなかった。頭部の外傷に加え、悪夢を見るようになり、ひどい頭痛にさいなまれ、今で言う、心的外傷後ストレス障害を患っていい。この期間、サムナーの性的は、上院で義務を果たさない臆病者として、サムナーをあざけり非難していた。それにもかかわらず、 マサチューセッツ州議会は1856年にもサムナーを上院議員に選出し、その上院における空席は言論の自由及び奴隷制に対する抗議の強力な象徴として働くと信じていた。サムナーの座っていた座席は後にサムナーも関わった奴隷制廃止運動家の学校であるベーツカレッジが購入した。この襲撃は南北戦争前の数年間で アメリカ合衆国を二極化させていることを象徴し、サムナーは北部の英雄になり、ブルックスは南部の英雄になった。北部人は激怒し、ニューヨークイブニングポストの主観、ウィリアム・カレン・ブライアントは次のように論説した。北部中で聞かれた怒りの声は大きく強いものであり、歴史家のウィリアム・ジーナップは、新しい共和党の成功は1856年前半では不確かだったが、 ブルックスの襲撃はもがいていた共和党を大きな政治的力に変える重要な契機になったと指摘した。逆にこの行動は南部の新聞で称賛された。リッチモンド・エンクワイアラはその論説でサムナーは毎朝撮影で撃たれるべきだと述べ襲撃を称賛して良い考えだ。刑の執行より勝る結果として最善だと書き。 これらやひな上院の奴隷制度廃止論者は、首輪なしであまりに長く泳がせすぎた。無知で従わせなければならないと非難した。3年後の1859年に、サムナーは上院に復帰した。1860年、アメリカ合衆国大統領選挙に向かっている頃に、奴隷制の野蛮さと題する演説を行った。エイブラハムリンカーンが選ばれた後の重要な時に、 サムナーはアメリカ連合国との妥協を図る者には頑固な敵対者であった。南部の上院議員たちが議事堂を後にした後の1861年3月、サムナーは上院外交委員会の委員長となった。これはサムナーのヨーロッパに関する政治的知識、関係及び経験によって的をいた人選であり、強力な位置づけであった。 サムナーは委員長としてその動きを新たにし、ハイチが1804年の独立以来求めていた国家としての承認をさせた。南部の上院議員がもはやいないので、サムナーは1862年の成果も常習であった。南北戦争が進むにつれて、サムナーはリンカーンの要請に応えて、イギリスのリチャード・コブデンとジョン・ブライトから、 また、ウィリアム・イーォーとグラット・ストーンとジョージ・ダグラ、キャンベルから来た手紙を内閣の前で読み上げ、イギリスのアメリカ合衆国に賛成するものと反対するものとの微妙な政治的バランスについて主要な情報源となった。トレント事件、アメリカ海軍がイギリス海軍の船から違法にアメリカ連合国の交換を捕まえた事件で、イギリスとの戦争の危険が生じた時には、 リンカーンを説得して、ジェームズ・エム・メイソンとヨン・スライデルを釈放させたのが、サムナーであった。それ以後何度もサムナー委員長の職権で、アメリカがイギリスやフランスとの戦争に巻き込まれる恐れのある行動を防いだ。サムナーは大っぴらに、また大胆に奴隷の解放政策を推奨した。リンカーンは、サムナーのことを、私の資料ある資材と表現し、 アメリカ市民の良識を具現化するものとしてサムナーに相談した。サムナーは長い間合衆国最高裁長官のロジャー・トーニーと敵対しており、1857年のドレッド・スコット対サンフォード事件判決を攻撃した。1865年にサムナー次のように言った。南北戦争が始まって間もなく、サムナーは南部がその行動で自殺しようとしており、 合衆国からの脱退で自殺し、征服された領土として州に復活させてはならないという独自のレコンストラクション理論を提唱した。リンカーンにそして後には、アンドリュー・ジョンソンの提唱するより、寛大なレコンストラクションに対して、議会の権限に対する侵害だとして憤慨した。戦争中、サムナーは自らを、黒人の特別な擁護者とし、解放を活発に推奨し、 黒人を北軍に徴兵し、さらに解放奴隷部局の設立を推進した。サムナーは、黒人の選挙権と公民権の推奨については、異常なくらい先を見据えていた。サムナーの父は、奴隷制を憎み、奴隷を解放しても、社会の中で平等に扱わなければ、何も良いことはないとことていた。サムナーは、ラルフワルド・エマーソンのような、ニューイングランドの多くの知識人に影響を与えた。 ボストンの牧師、ウィリアム・エラリー・チャニングと親しく付き合っていた。チャニングは人間は自分を変えていく無限の可能性があると信じた。サムナーはこの説を拡張して人格の形成には環境がもし影響を制御できないならば重要であると結論付けた。知識、美徳及び心境が優先される社会を作ることで最も見放されたものが 想像もできないような力飛びという形にまで成長させられる。道徳的な法は、それが個人にとってと同じくらい政府にとっても重要である。人の能力の成長を阻害する奴隷性や差別のような法は悪である、と主張した。サムナーは当時の社会についてしばしば暗い見方をしていたが、社会改革に関する心情は揺るがせないものであった。空想的理想主義だと非難されると、 ある時代のユートピアは次の時代の現実になってきたと答えた。新しい奴隷所有集として1845年にテキサスを併合した時、サムナーは反奴隷制運動で積極的な役割を担った。1849年にマサチューセッツで民主党と新しく作られた自由土地等の連携を画策した。同じ年に人種差別の合法性に挑戦した。 ロバーツ対ボストン氏事件で原告の代表になった。サムナーはマサチューセッツ州裁高裁の場で黒人のための学校は物質的に劣っており差別は有害な心理的及び社会学的効果を育むと主張した。この考え方は一世紀後のブラウン対教育委員会事件でも同じように議論された。サムナーはこの裁判で敗訴したがマサチューセッツ州議会は 結局1855年に学校差別を廃止した。サムナーはサミュエル・グリドリー・ハウトも友人であり、アメリカ解放奴隷への審問委員会を作り上げる、時も力になった。黒人の参政権、無償土地供与及び、無償公共教育についても最も決した、推奨者の一人となった。サムナーが大っぴらに奴隷制度に反対するので上院での友人は少なかった。 1852年に上院で初めて演説をした後でアラバマ州の議員が立ち上がって、狂人のわめき声は時には危険なものになるが、子犬の吠え声は何の害もないと言って、サムナーに対しては何の答えもないとした。サムナーの妥協を許さない姿勢は重要にしておくことを許さず、時には議員としての効果を妨げることになった。 アメリカ合衆国憲法修正第十三条の総案作成時にはほとんど排除されたが、それは上院司法委員会の議長で法律には多くの実績があったイリノイ州選出上院議員、ライマントランブルと仲が悪かったからでもあった。サムナーは奴隷制を廃止する法案にすべての人々は法の前に平等であるという宣言を付け加える大案を出したが、これは 修正第十三条に第十四条の要素を組み合わせたものと同じだった。レコンストラクションの間、サムナーはしばしば公民権の法制化が弱すぎると攻撃し、解放奴隷に無償の土地を与えるための法律づくりのために戦った。他の同時大臣とは異なり、差別と奴隷制は同じコインの表と裏と見ていた。1872年には公民権法を提案したが、 これは公共の場では、陽動な便宜を義務づけるものであり、この法案のもとに連邦裁判所の場で議論する後半を要求した。この法案は結局通らなかったが、サムナーは死の床に置いても、そのことを話し続けた。1870年4月、サムナーは帰化法から白人という言葉を外すために働くと宣言した。 1868年と1869年に、そのための法案を提案したが、どちらも投票にも至らなかった。1870年7月2日、期間に関する議会の法律すべてに、白人という言葉を打ち込むやり方で懸案となっていた、法案の修正に動いた。7月4日、サムナーは、上院は中国から大勢がやってくる、可能性を思い出させることで我々を妨げようと、 している。しかしこのことに対する答えは大変明白で単純である。もし中国人がここに来るならば市民となるためあるいは単に労働者になるために来るのだ。彼らが市民になるために来るのならその願望によって我々の制度に対する忠誠を誓うことになる。そのような制限に危険はあるか。彼らは平和を愛し勤勉である。 彼らの市民権が心配の種になるだろうかと話した。サムナーは中国人を阻害する立法を進める議員をアメリカ独立宣言の方針を裏切る者として海外の未開人や異教徒よりも悪いのは我々の中で我々の制度に対して嘘をつくものであると非難した。しかしこのサムナーの法案も不成立であり1870年から1943年 ある場合は1952年まで中国人や他のアジア人はアメリカ合衆国の市民不適格者とされた。サムナーは真面目で幾分棘のあるところがあったが数人の著名なボストン市民とは友情を育んでいた。特にヘンリー・ワーズワース・ロングフェローは1840年代に頻繁に家を訪れる仲だった。ロングフェローの娘たちは サムナーが堂々としている様子を面白がった。サムナーは、朗々とした声で、インプリースクアスと言いながら、儀式場って子供たちのためにドアを開けた。サムナーは、その生涯の大半が独身だったが、1866年に、マサチューセッツ州議会議員、サミュエル・フーパーの娘アディス・メイソン・フーパーと交際を、はじめ、その年の10月に結婚した。二人はあまり馬が合わなかった。 サムナーは妻のユーモアに反応することができず、妻の方は残忍な性格があって、それをいつも制御できるわけではなかった。結婚後の冬、妻のアリスはドイツ貴族のフリードリッヒ・ホン・ホルスタインと公的な行事に出歩くようになった。二人はジョージがあったわけではなかったが、その関係がワシントンで噂になり始め、アリスはホルスタインに会うのを止めるとは言わなかった。 1867年の春、ホルスタインがプロイセンに呼び戻されると、アリスはサムナーが何かを格索したと攻めを始め、サムナーは常に否定した。その年の9月に別居した。この情報はすぐに漏れて、サムナーの敵対者は喜び、サムナーのことを偉大な不能者と呼び、証拠もなしに、サムナーが結婚の務めを果たせなかったと主張した。この状況は、 サムナーを落ち込ませ、当惑させた。サムナー夫妻は1873年5月10日に離婚した。サムナーは、ジョンソン大統領のレコンストラクション政策に強く、反対し、南部に寛大すぎると考えていた。ジョンソンは、下院で弾劾を受けたが、上院の議決では一票差で有罪とできなかった。ユリシーズ・グラント大統領は1870年に、 サムナーの敵厳しい敵対者になった。グラントはドミニカ共和国の併合についてサムナーの賛成を得たものと思い込んでいた。サムナーは常にイギリスでの人気を大切にしていたが、イギリスが南北戦争中に中立を守れなかったことに対して非難する調停役という立場に立った時それを惜しげもなく犠牲にした。サムナーは国民の非難の声に重きを置いた。 イギリスが南軍に対して交戦国の権利に従ったことは戦争の期間を長引かせ計り知れない損失をもたらしたと考えた。それゆえにイギリスは単にイギリスの港で南軍用に偽装された南軍の艦船アラバマや他のクルーザーによってもたらされた損害の保証を求められるだけでなく戦争を長期化させたことによる莫大で無限の他の 損害に対しても保障を求められるべきだと主張した。サムナーは代償としてカナダを渡してくれることを期待したジュネーブ調停会議でこれら国民の主張は放棄された。サムナーは大統領からの圧力もあって1871年3月1861年以来多くの労力を払って勤めてきた上院外交関係委員会の議長の席から降りた。 この屈辱の主要な原因は、サムナーがサントドミンゴを併合するグラントの計画を妨害したことに対するグラントの執念深さであった。サムナーは共和党ともたもとを分かち、1872年の大統領選挙には進歩的共和党のホレース・グリーリーを押した。1872年、サムナーは南北戦争の戦闘名を軍隊の連帯機につけるべきではないという議案を、 上院に提案した。マサチューセッツ州議会は、この戦闘機義案を、国に忠誠な兵士を侮辱するものと非難、共和国の人民に対する、いわれのない球団だとも言った。詩人のジョングリーンリーフホイッティアが指導しそのような、非難の取り消しを求める努力が1年以上も続けられ、効果がなかったが、1874年早くに、撤回された。 サムナーの周りの親しい仲間に語った最後の言葉は、私の公民権法を救えだった。チャールズ・サムナーは1874年3月11日、ワシントン DC で死んだ。アメリカ合衆国議会議児童の円形広間に、棺が安置され、マサチューセッツ州ケンブリッジのマウント・オバーン墓地に埋葬れた。サムナーは、政治の世界の学者であった。 その時代の政治的都合主義にその行動を合わせようと仕向けられることは決してなかった。原則の奴隷、私には党の主人はいらないという言葉は上院に登壇するようになった時の誇りを持った抗原である。レコンストラクション実行のためにサムナーはほとんどその才能を示さなか、予言者であっても建設者ではなかった。公務員の改革について議会に、 初めて提案したのはサムナーだった。妥協を避難し、逃亡奴隷法の撤廃を要求し、解放を主張し奴隷制の終結に至る闘争を、はじめ主要人物から占めたのは、サムナーの不屈の勇気だった。以下は、サムナーにちなんで名付けられた人、公名、場所などである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。